行われちゃって。お前決断だよ。すいません、いただきます。すいません、お出汁でもう一杯。先輩、もうやめた方がいいですよ。うるせえ、もう誰も俺のことなんかかってくんねえんだよ。大西さん、どうしたんですか、泣いちゃって。ちょっと、何があったんですか。聞いてくれるのか。いや、そりゃ聞きますよ。ありがとう、ありがとう。お前、いいやつだ。何があったんですか。聞いてくれよ。昨日、昨日よ。泣いてちゃ分かんないですよ。泣かないでくださいよ。そんな辛いことがあったんですか。俺はよ、今まで自分にも相手にも嘘つかずにやってきたんだよ。俺、お前に嘘ついたことあるか。いや、ないです。でもよ、結局、正直者がバカを見る世の中なんて言ってたよ。やめてくださいよ。俺のことバカしやがってよ。してないですよ。おめさん、何があったんですか。聞いてくれよ。聞いてますよ。昨日よ。わかんないですよ、泣いてた。おめさん、泣かないでくださいよ。お前、明日仕事か。仕事ですけど、何時まででも付き合いますよ。俺、あんまりこういうこと言わないけど、今日はとことん付き合ってもらってもいいかな。付き合いますよ、本当、朝までだって付き合いますから。ありがとう、お前だけだよ信用できるの。お前以外誰も信用できねえ、クソだ。おじさん、一体何があったんですか。聞いてくれよ。聞いてますよ。昨日よ。家族の問題とか。違う、次。
健康で何か問題あったとか。あ、健康だ。先輩、健康で何か問題があったんですね。なんでちょっと嬉しそうにしてんだよ。先輩、体の具合が悪いんでしょうか。そんなんじゃねえよ。違うんですか。お前が全然分かってくんないから泣いてんだよ。むずいなこれ。どうしよう。なんかもうちょっとヒントないですか。なんだよヒントって。人の悩みクイズみたいにして楽しみやがってよ。そんなつもりないんですけど、もうちょっと知りたいっていうか。あ、じゃあ紙に書きましょう。何をだよ。いや、困ってることをね、口に出すと泣いちゃうみたいなんで紙に書くってどうですか。分かったよ。なんで切れてるんですか。書くよ。じゃあこれに、これ書いてください。何書くんだっけ。いや、ですから困ってることを。見ないですよ。かけた。大丈夫ですか。見ますよ。何すか昨日よ。これ書いてどうすんですか。いや、でもちょっと分かんないですよ。先輩、一体何があったんですか。ダメだ。今日は冷静に話せそうにね。分かりました。でも日改めましょうね。また今度聞きますから。じゃあお会計しましょう。すいません。ありがとう。ごちそうさま。払わないですよ。先輩、伝票でした。いくらって書いてある。先輩、ずっとノンアルコールビール飲んでたんですか。そうだよ。